皆さんこんにちは。さあ今日は久しぶりですね。オズモポケットを持って散歩してます。で、今回はね、いつぞやの天候のワイドコンバージョンレンズ、これをねつけて固定モードでね歩いています。ちょっと前にね、うちの動画のコメントで固定モードでこのワイコンつけると振動が、しましたって情報をもらったんで、今回ねちょっとこのまま歩いていきましょう。前回がね自撮りだったんで、もしかしたらそのせいでね少しまだ結果が違ったのかもしれないですね。なのでね今回はこの固定モードで歩いていきます。さあ、もう稚内はねこれ見えますか、すっかりね気温が下がってきて、今外気温がね5度しかないんですよね。でもうね週間天気予報とか見ても気温がね、2桁なることはほとんどないみたいです。いやー冷えてきました、ほんと寒、でもまだこれはマシな方なんですよね。そもそもね気温がプラスなんで全然これはいい方なんですよね。これからねもう朝も夜もずっとマイナス、でひどい時にはマイナス2桁っていうね、長い冬が始まるんで、いやちょっと覚悟していかなきゃならないですね。去年はねなんだっけ、オゾンポケットしか持ってなかったのかな、 あれと G7X Mark II だ、あれでね、冬は動画作ってたんですけど、今回はねアルファ6400とかありますからね、ちょっとそういった冬場のジンバル歩きとかそういったのもね動画に、していきたいですね。さあ今日何の話しようかなってね思って、今歩いてるんですけどね、そうだ、最近ねうちのチャンネルのね動画の、再生数と再生時間がまたガクッとね下がってしまってね、結構ね焦ってます。はい、でこう周りを見渡すと同じ時期に始めた人とかね、あと、僕よりもっともっと後に始めた人が今猛烈な勢いでね、こっち行ったんですよね。こっちじゃないや、再生数と、ね、再生時間伸ばしてるんで、もうびっくりしました本当に。同じくね道内で活動されているねタイムプラス TV さんとかね、車のコペンだったかな、なんかあれをね買ったんですよね。すごいちっちゃくて可愛いスポーツカーなんですけどね、あれの関係の動画すごいんですよね。もう出せば4桁はもう硬いみたいな、すごいね、そういう感じの、車載とかあとそのアウトドア、それですごい数字伸ばしてて、あとねそうそう、ギターのね溝下さんとかね、溝下優也のギターチャンネルだったかな、あれもねもう最近すごいんですよね。確かねこの前、僕の、登録者数一瞬で抜かれたのかなあれそんな感じで結構ねいろんな方がすごい今ね、伸びてて、見ててこっちもね面白いし参考になるんですけど、同時にやっぱりなんかこう焦燥感っていうんですかね、不安に苛まれることが、結構あります。なんでしょうね、うちで扱ってるもの自体がどうしてもニッチっていうんですかね、やっぱ母数が少ないですからね、その辺はなんかしゃあないのかな。特にジンバルとかね、映像とかカメラとかっていうのはもうそれこそね名だたる大先輩方がねもう動画をボンボン出してますからね、とてもじゃないですけどねちょっとこう対抗できる、ものじゃありませんしね。そう、あのね今日朝かな、よっちゃんさんのね動画ね、あれビデオチャンネルだったかサブチャンネルだったか忘れちゃいましたけど、秋葉原のねその風景をね撮ってる映像あったんですよ。あーすごい、あれなんか僕の中で秋葉原ってあんなおしゃれなイメージないんですけど、ね、向こうでね働いてた時はもっと雑多なイメージっていうんですかね、ただもうあの頃僕がいた頃は、ね、外国人観光客も増えてきてなんか賑やかな観光地かなっていう風な感じはあったんですけど、よっちゃんの撮る映像を見るとなんかそういったところがねなんかなくなってて、映画のワンシーンのようでした本当に。いやーすごい、本当ね下にリンク貼っておきますので、ぜひね皆さんもね、見てください。ところどころなんかね懐かしい場所っていうかね、僕が当時働いていた場所の近くの映像が流れてね、めっちゃ楽しかった、嬉しかったです。はい、と思う半分いやーすごいね、やっぱり叶わないですね。とてもじゃないですけど、よっちゃんのね作り出すね映像美っていうんですかね、ああいったものにはねもう到底僕がかなわないですよ。だからなんだろうな、嬉しさ反面悲しさもあるみたいなそんな感じなんですかね。雨が強くなってきた。そうですね、だから
なんだろうな、全く同じことをやろうっていうのは結構僕やりがちなんですよね。その憧れてる人がいるとしたら、まあ、その人に近いものを作ろうみたいな。でもそんなの絶対無理じゃないですかね。できたとしても、まあ、ただ劣化コピーができちゃうだけなんで、同じ土俵じゃダメですよね。戦車相手に真正面から戦うやつなんかいませんからね。相手がもうね、思いっきり大きい存在だったら真正面からね挑むんではなくて、何かこう違う突破口を、まあ、見つけなきゃなっていうふうにね、今ね思っています。動画のジャンルは変えないかもしれないですけど、なんか扱うネタはねもう少し考えてみようかな。まあ、今みたくね、この動画と動画の間っていうんですかね、そういうでこんな感じの、オズモポケットを持ってね、ただベラベラ喋るだけの動画ってのは続けていきますけど、それ以外の、まあ、レビューとかもそうですし、あとジンバルもどうしようかな。いやどうしてもね、もうもっともっと詳しい人とか上手い人いっぱいいますからね。まあ、そういう方と同じことやってもね、やっぱダメでしょうからね。何がいいでしょうかね。街の様子を撮影するとかって、その街の様子とかもね、あの釧路のね、街のその風景をずっと撮り続けてるね方がね、実は、いらしてですね、僕もその方のチャンネルの動画いつも見るんですけど、すごくねなんかシンプルなんですよ。特別なんかこれといったね、なんだろう、そのカラーグレーディングとかカラーマネジメントで、ね、すごいこうフォトジェニックじゃないや、なんか映画っぽいやつ、そういった撮り方でもないですし、本当ハンディカムで撮って出し、まあ撮って出しではないですけど、まあ、パパッと編集してなんか字幕つけたりしてっていう感じの動画なんですけど、あれがまたすごくね、なんだろう、分かりやすいというかシンプルなんですよね。そうだな、街の風景とかっていうのも僕も最初それ考えたんですけど、結構ねその手の動画何本かというか10本以上出したんですけど、まあ、全然ね、あの見てくれる人そんないなかったんで、なんか途中からあかんかなって思ってやめちゃってたんですけどね。まあ、そういうのもちょっともう一回考えてみたいですよね。あとはパソコン関係かな。パソコンはね、なんか来月自分でまた1台組もうかなって考えてるんで、ちょっとね、そのパソコン熱は今上がってきてます。しばらく前まで少しね、下がってたんですよね。ただ、パソコン関係っていうかね、PC、自作 PC 関係は結構環境に左右されるところが多くてですね、近くにね、買いに行ける場所がね、あったりすればいいんですけど、まあ残念なことに、ここから一番近いパソコン屋さんってどこかな、旭川。だから200キロぐらい先にあるのかな。そのくらい行かなきゃならないんでね、パーツとかで、ね、組むとき、パーツとか探すときもね、結構大変ですよ。ファンとか止めるネジとかあるじゃないですか、あれがね、なかったりとか、SATA ケーブルが1本足りなかったりとか、まあ、別にね、そのある程度の、規模の、ね、町に住んでいれば、ちょっと近くの電気屋かパソコン屋行って買ってくるかとか、ちょっと近くのドスパラとか工房行ってちょっと見繕ってくるかってできるんですけど、それできないですから、本当ね、パソコンを組むときはがっちりね、メモ帳とかに、忘れ物がないようにね書いてね、注文するようにしています。だからジャンク PC とかね、そういうのもこう買って直すみたいなのもなんか一瞬いいかなとか思ったんですけど、買うのがねなかなか苦労ですね。どうしても通販頼みになっちゃうんで、現物をね見ることができないんで、直せるかどうかもねちょっと不安ですしね。まあまあ自作 PC もちょっとね今後、まあ、予算的な余裕ができましたらね、どんどんやっていきたいかなというふうにね思っています。まあ、とりあえず今パッと考えついた候補が、ね、街の、まあ、様子っていうのかな、そういったのと、あと、まあ、パソコン関係ね。あとなんかもう一つぐらい欲しいですよね。前はね、その筋トレとかね、そのやってたんですよね。うちのチャンネルの最初の頃の動画ね、ずっとトレーニング関係の動画いっぱいやってたんですけど、まあ、あれもやっぱり、まあ、下手の横好きっていうんですかね、それこそもっともっとね、上手い人がたくさんいて、もう現役のね、そのコーチっていうんですかね、そのトレーニングの先生とかがもう動画出してる状態なんで、なかなかそれも、差別化を図るのは難しいかなっていうふうに思ってます。
サプリメントの動画も一時期結構やってましたけどね。あれはね、サプリメントって効果あるかどうかがまず分かんないっていうか、主観的なことしか言えないですよね。なんかこう数値化してこのくらい変わりましたっていう、なんかそう指標があればいいんですけど、それができない、もう体感的な話しかできないんで、ちょっとね、その辺、そのレビューとしては少し信憑性に欠けるかなと。あとそうですね、入手性が結構難しい。これも海外通販頼みなんで、なんかね、そのなんつうか、毎回毎回ポンポン、ね、買って3日後に来るっていうことはできないんで、買うときは一気にガッと買うんで、結構アイデア空いちゃうんですよね。コンスタントに、まあ、動画が作れないのが、まあ、ネックかな、という感じで、なんかずっとこう喋ってきましたけどね。まあそんな感じで今ね、ほんとちょっと悩んでます。はい、まあ今すぐどうこうってわけではないんですけど、少しずつね、その辺、まあ皆さんの反応を見ながらね、動画の内容とかをね、まあ、修正していきます。はい、ここまでね、この動画を見ていただきありがとうございます。この動画がね、皆様の何かの参考になれればいいですね、本当ね。これからもですね、こんな感じでちょっとオズモポケットを持ってね、散歩動画とか、まあ、ちょくちょく作っていきますので、チャンネル登録してくれると嬉しいです。では次回の動画でお会いしましょう。さよなら。